はい。はい。2番目。2番目です。なんか2番目。2番目でいいですか、これ。はい、赤嶺が学んでいきたいと思います。すいません、じゃあ、はい、よろしくお願いします。次もお願いします。あのね、だからちょっと話しあるけど、YouTube でね、はい、Facebook のあれで、はい、あの人、村下幸三さんのね、そうです。本物でね、はい、であの人の、あの、語り、弾き語りで見たんだけど、はい、どうでした？圧倒されるね。歌もうまい、もう7がいいこと言ってね、はい、見た目ただのおっさんが歌とギターがすごいと。すごい。これ面白いでしょ。面白いです、最高です。君たちまだ若いけど、いつかはおっさんになるさね、はい、おっさんになった時に、この面白さはできる。そうですね。ギター弾いてバッと歌ったら、なんかこうって思うでしょ。思います。やってるでしょかみたいな、当たり前のことだけど。そうなんですよ。だからそれに近づこうな、はい、で一応あのやってるのは、はい、あの例えばこんなアルペジオのさ、アルペジオ、これスリーフィンガーだぞ。スリーフィンガーって言って3つの指で弾くんだけどさ。そうなんですよ。歌ってみよう。答えを出さずにいつまでも下せない、淡々と表情も変えずに、ずっと右手を握ってでやってたよね。すげえやってたら、やっぱりすごい人なんだよね。すごい人なんです。すごい人なんだよ。それもオリジナルだからね。もうやっぱり違うんだね。はい、これは言ったんだけど、まあ、今日は、はい、まあ、有名な、ど素人シリーズじゃなくて、あれは あなたが極めていく道だったの、はい、あの着手してんな、はい。それができて、いつかフォック村で、はい、さらってやろうと、さらって。でみんなでさ、特急に飲んでから、って言われて、って言って、やったときに、さらってやって、はい、みんなが静かにシーンって聞いたら大成功だ。あ、なるほど。大成功。笑いでるときは静かにさせるんですね、そうそう、音楽って。そうなんでしょう、はい。どんなに騒いでても、あって言ったとき、人間、なんかね、行動止めるよね。止めます。大成功です。ちょっと、体調の目標はそれ。はい、アルペジオです。まだ、ストロークでしたね。ストロークだけど、まあ、とりあえず、体調のあれに戻って、はい、今ちょっと、練習した結果をちょっとやってみて、ちょっとスピード遅いです、はい、はい、スピード遅くでいいですよ、はい、歌なしでいいですか。歌なしで、はい、どうぞ。いきます。はい。だいたいみんなテンパるとさ、速くなります。あ、テンパってるってことですか。テンパってるってことですか。高校で使うときに、バンドやってるときにスタートをさ、はい、1、2、3、4ってやってきさ、だんだんみんなテンパりだしてさ、最後さで、速くなってるからみんなバラバラになるよ。ドラムを、速いぞみたいな。で、最後、ダダダダ、ジャーンって、あーってみんな、いい加減にしないみたいな、ドリフのコントみたいになるさ。で、本当にあるわけよ。俺も経験してるんで、はい、必ずね、人間テンパると、テンパ上がります。多分さ、動機がするからで、ね、心拍数が上がるでしょ。それに伴って全部上がってくる。気をつけて。はい、上がらない。逆にだよ、テンパった時、あーっと思った時は下げてもらう。下げてもらう。下げれば。落ち着くよ。落ち着く。はい。じゃあもう一回。今日は F シャープから7から B7 のとこだな、はい、あなたの闘技はここにあるんです、はい、このフレーズだけでも、はい、もう一回どうぞ。もっと入った曲に、あの森下幸三さんの雰囲気で歌ってみます。こちら心の中で、はい、つま先でんとこ、サビのとこ、はい、B7 ができないさ、まだな、はい、
乱れるところで乱れっぱなしだな乱れっぱなしだなこれもう読まれてる隊長の心がこの歌に読まれてるもう完全にすみませんあなたの心が乱れ具合がよくわかりましたね、F、もう嫌なコードが続けた、はい、F シャープと E シャープ E マイナーのこのつながりねやっと今にこれだっていう感じそうそうやったねだからこれがあの現状です今ねでも良くなってるよ前よりコードには移動させるんですけど音がもうならないならないですね、うん、そうなんですそうするとなんでならないと押さえる場所とかもあると思うんですけど、うん、なんか立ってるとね、要はその左手の位置が不安定ってこと、はい、そうですね。それでそれに伴ってあの制御ができてるのはさ、はい、音が出ないからと思って右手が控えるよね、はい、控えます。それでタイミングが全部ずれてるのか本当はあの右手はずらさないの音が出なくったって右手振っていって 2回目とか3回目から出てきた方が、はい、聞いてる人にとっては心地いい聞いてる人が一番気持ちが悪いのはこのパターン、はいね、これと例えばどっちがまだいい？まだ今の今のでしょ、はい、音出てないけどテンポが正しいね、はい、この方がみんな乗れるんですみんな乗ってるから、はいね、メロディー歌ってるからギターは伴奏の楽器でしょ、はい、無視されるその時なくていいなくていい結局究極ですねそうでしょなかったよねこれつまさきで立ってる時にギター頑張ってギター捨てられるって、はい、やるなって言われてねそのぐらいの雰囲気で持っとけばだから何が大切なのか、はい、テンポですテンポなんですね協調性ですねこれね一回だけ弾けばそうでさ、そう、テンパった時の対処法、間違うでしょ、はい、テンパった、じゃあ例えば、ここで言う B7 で間違ったでしょうね、はい、テンポで忘れた、はい、音が出ないけど次の E7 でやる次のコードの頭で入ってしまう、はい、そうするとみんなに回うし、自分も意味が分かる一番最悪の方法、B7 で間違った、はい、B7 の3拍目から入るとかそんな高度なことしたら分かってれば次の E7 が滑られるけど、はい、分からないんで多分 B7 また4回は弾こうとするよただどんどんみんなとずれていくんでねテンポずれる音程ずれるもういらないいらないみたいなあのやめてあれギターに やらんでもいいよそれか誰か弾ける人がどいてみよう俺がやろうってことになるんですねなるでしょ、はい、そうならないんで逃げ方が上手い人もいるんですよ間違ってても俺もそうさ弾ける全部あの前言ってるけどとりあえずコード見せてってやってるさ、はい、いっぱい間違ってるよあそうなんですか分からないんです分からないんですけど、はい、でコードも C とか例えばこれも C メジャー7だとさ、はい、C メジャー7プラスなんとかってぐちょぐちょって入ってるとさ、はい、C だけ知らないすると分からない分かってる人だこの中に何人かこの曲知ってる人がいたら、はい、このギターも好きだったらこの人だけはこの人はあのコード分からないんだなって思ってるよだけどこの人だけでほとんどの人知らないからセブンがあろうがなんかマイナーとメジャーだけは大体分かるけど、はい、セブンとか6とか9とか分からない響きうんみんなはギター弾いてるか分かってるよ B マイナーと E7 とかこの違いが一般の人知らない全部 E マイナーに来るでもこれとさすがにさあ面白いのはね、高校生の中にはマイナーとメジャーわからんくみたいあ、そうなんですかじゃあ例えばテストね、はい、いいですかこの音とね、1番2番どこが明るいですか何番が最初ですはは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 は2番です2番だよね普通の2番だよね2番ですこれをもうどんだけ説得してもいや1番が明るいですって言う2番が暗いですって、はいはい、もう俺はどうしていいか分からないですこうなったら感覚の問題だこれね本当にそう思ってるんだったらそれしかないんじゃない、うん、だけどなぜかって音楽的に言うとさ前におっしゃった3度の音が半音下がってるか上がってるか普通はさああもう嫌だな疲れたなでこの音がこれ
になると、よっしゃ、でも頑張っていこうか、みたいな。これがメジャー、うん、マイナーの違いがあるんだけど、普通はこれが、これぐらいは分かる。だけど、E マイナーの中で、セブンスが入った。これに、気づくかな。E マイナー6。ちょっと最後のところだけ。なんか入ってるなぐらいで、一般的にはこれで済んでしまう、はい、っていうぐらいで、何回言うけど、ど素人知るでしょ。そうです、ね、ど素人です。それはしっかりと、ど素人らしくバーンと正々堂々と出してしまう、ね、まだちょっとだから、分からなくなった。これ本当にど素人知るこう言ってるコードだよ。Gm7 もあるし、Cm7 もあるだろ。うん、こういうところがちょっとね、本当に難しい曲を選択してんだけど、まあ、はい、だから最初からね、体調はちょっとど素人でありませんよっていう話だったんで、途中から参戦してもらってやってるから、まだにコード移動が、うん、コード移動大変でしょ。大変なコード移動だからしょうがない。どうしたらいいですか。練習しかないです。練習しかないです。本当にそうですか。ないです、はい、ないです。近道っていうので、いろいろ諸先輩たちが、はい、いろんな DVD とかいっぱい買ってくるんですよ。これ見たら上手くなるよってから、おめえも帰れるかとか言って、そうっすかで1ヶ月後来るような、はい、できましたあの曲って見てるんだけどできないよね。自分で答え言ってるよね。見てるんだけどできない。見てるんですか。弾いたのって弾かないで、はあ、弾かないでどうやってできるんですか。だるよなって、うん、このレベルいっぱいいますよ、ほとんど。だから売るの簡単ですね、こいつたちに。俺が商売系があるんだったらさ、はい、もういっぱいもう準備しとって、はい、この DVD 見たら上手くなる。絶対買って6,800円、絶対これで6,800円で上手くなったら安いでしょ。安いだから誰よな買うよって。本当に見るよ、一生懸命見る。見てるだけずっと酒飲んでるからね、見て酒飲んで眠くなる、寝る、はい、もう終わりでしょ。終わりです。終わりでしょ、はい、翌日もうリセットしてる。はい、仕事の話、仕事やってって帰ってきて疲れた、はあ、見るよ、で、酒飲むよ、はい、また寝てる。これも1ヶ月やったからって上手くなるんだよ。やらないですね。だから、本当にさ、やる人っていうのは、そういうの頼らないね。弾くんですよ、とにかく弾いた中で自分で理屈作ってくる。体調もそこに行ったんですよ。だから、どんなやったらって言うけど、ないってば。ないですね。秘訣ないでしょう。世の中に秘訣あります。ある程度の、この理論上の優位性みたいなのは言えるけど、体にそれが入るかっていうと、はい、入らないよ。体で覚え込むしかない。そうですね。ということは、それだけ体を動かすってことです。だってやってるじゃん、今。左手が、だから、伴わない。D7 大変さ。なぜかというと、指一緒に、この4本も同時に、設置する。そのポジションに行かんといけない。はい、こんなのさ、実生活でさ、現実の生活でやってるのある？ないです。なんか仕事して左手のこの 4本をさ、はい、一気にさ、はい、短時間でパッて短時間で抑えるって、ありえないだろこんなの。左手なんてほとんど使わんよ。なんか支えるとかさ、本当ですね、左利き右利きの人はな、その程度だよね、はい、だけどギターはこれ完全にこれがフルで動くわけよ。パッと抑えるの違うとこ抑えてしまいますね。だから難しいっていうんだろうね。でもそれを自分の中に取り入れてしまうと簡単でできそうでしょ。だから今一生懸命言ってるさ、はい、もうちょっと、はい、あの子面白いね、ちゃんと、ま、真面目に本当に体調の真似してから、体調ゲートとこでちゃんと体調の真似、こんなやつだってちゃんとやってる。面白いね。でもさ、やっぱりさ、ああいう風にちゃんとシンプルに頑張っていくっていうことが絶対上達の秘訣です、うん、上達するわけ。みんな頑張ってます。ギターも買ってるし、なんか聞こえそうかね、うん、いいよね。絶対この、うまいギターの音で、音っていうのはギターの音のものであって、うまい方は違う、うん、違うっていうかさ、この音っていいわけ。この響きあるでしょ、はい、これ7が弾くからあの響きなんです。分かる？みんな違うんです。それはだから、俺はいいと思ってるから。これを全部同じにするんだったら、うん、みんなギター弾かんで打ち込みやればよ、コンピューターで。世界共通で同じ音ができる。はい、おじいがやっても、おばあがやっても、小子供がやっても。それ面白いの、っていうことだね。間違いです。だから味は今、うん、みんなが味出してる、はい、それは自分でまた体験していく、うん、で、体調の場合ではとにかく今日は20時間で左手を、ポジションを正確に覚える。穏
ちょっとできたとつもりだったんですけど、ここに来たったらですね、テンション変わるでしょ。テンション変わります、うん、それもあるんだから、俺を気にしないですよ。誰かいる人を気にするな、いちいち関係ないんだよ、別にね。あのステージでもよく緊張しませんねとか言われるんだけど、あの見てないのに、あ関係ないさ、別にこの人たちが何言うか、俺は俺らに関係ない。あ、そうですか。でお金払って見に来てるんだったら一生懸命やるしかないさ、うん、そんだけ、はい、なんで緊張するのかが分かる。逆にいっぱいいればいるほど調子こくよね。楽しい、楽しくなる。だって3人の前でやるのとさ1000人の前で全然違うだよ。全然違いますよ。それでドームでやるんだろ。分かるか、東京ドームで5万人ぐらいやるぜ。5万人だよ。相手の顔なんか見えるわけないだろ。見えないです。全然相手から1人だから見えるよ、うん、だけどこっちから見えないし、ね、だからそういうのも一応体験したら違うだろうな。俺は多分女子国と緊張するあれがないです。あ、もう楽しくてもう待ちに待ったってなるで、もう今日何やろうかなって考える。受けるには何が一番受けるかなとかさ何がいいかなとかいろいろ考えられる、うん、最初だけ緊張するです。でも出てしまったら関係ないの、はい、あとはもう時計が回るからね、はい、このライブが終了するまで精一杯やって、はい、それがお客さんに伝わる。それが自分のその時のもう力です。それ以上超えられるわけないだろ、人間です。あとは演出してくれるからみんなの力が加わるわけです。それだけだから、やる人は何でもそうだけど一生懸命やることをちゃんとやれ。それだけでいいんですよ。緊張しないんですか。これもユーステルやってるからって考えてるでしょ。見てるからとかいろいろ考えるかもしれないさ、関係ないよ、ね、これはあっちの人、あの見てる人が決めるもん。これこっちはやることをやってるだけでいいんじゃない。なんか頑張っていこうって、そう気合が出よう、出そうっていうのがもう空回りしてですね。そうそう、なんか便秘に似てるね。似てますか。出すためにあのこうなんかいろいろ薬飲んでね。やるけど、はっきり言って便秘治すのはあの普通の生活をちゃんとやればなるんじゃない。やってないからでしょ、あれストレスとかいろんな問題がバランス悪いよね、うん、それをちゃんと水飲むとか。そうなんですね。でしょ。だからうちみんな同じ人そうなってます。大体すごいストレスだよね。ストレスです。男はなんかあんまりそれはないけどね、うん、だから女の世界はまた違うらしい。あの女子会であの岡野がいじめられてるよね。あ、そうですね。あ、なんか変な話。大丈夫。でもそれもなくなってきたろ、うん、だいぶ丸くなってきてるね。いいんじゃない。だいぶ距離感も空いたのか。空いたっていいのかこれ。会長いいのかな。距離感とか逆に人を意識する余裕がなくなったんですね。みんな今大変だからな。大変です。分かる。もう大変なのは分かる。今日もういろいろね、いろいろうちうちこっちの話でね、いろいろやっぱ皆さんもみんな大変だと思っちゃう。それぞれが大変なの。やっぱりこの仕事の中でギターを弾くっていうところの楽しさ反面のところが一応出てきたでしょ、うん、ここもあるんですよ。それもあってみんな今それを経験してるから、ね、すごいいいんじゃないか。余裕がないです。自分のことでいっぱいいっぱいです。わかる。だからあの15日でいいよ、とりあえずな。俺はいいと思うよ。これを続けていけばあなたたち負担もっと大きくなるからさ、もうこれをサクッて来てみるね。あさってね、水曜日に完成してさ、やろう、はい、で、本当はだから体調にはさっきやってみて、はい、この上のテンポだってあの人、はい、顔は普通のおっさん。なんじゃこれみたいな。すごい人だな、あの無表情さね。だけど言ってる歌詞の内容すごい切なくてから出てるような声にね。俺ちょっとショックだったっけ。あれですか、あんなの俺見なくてさ YouTube。 あ、そうなんですか。俺こういう曲知らないんです。本当に知らなくて、選んでくれたっちでちょっと歌った時に聞いたぐらいで、基本的にあんまり詩というものを理解してない人間だったから、何でもいいよ。洋楽の人大体そうですよ。洋楽歌詞あの翻訳したらアホだからさ、俺はアイオン中みたいな話だからさ。こんな世界だけだから、こういうふうな日本語のさ、はい、わびさびを出されたものを出されても、よく今はおっさんになったから意味が分かるようになってきたけどさ、それをあの言葉だけの表現じゃなくて、うん、心が入ってるように作った人だしね。多分あの人のイメージってすごいよね。できてるからそれが全部に現れてポンって出てきた時に、おおって思うんだよね。それなんか使えるんじゃない。使えますかね。使えるでしょ。仕事の中で使えるじゃん。やってください、はい、よろしくお願いします。ちょっとまた長くなってね、すいません。隊長でした。はい、ありがとうございました。今日はもちろんあります。